新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため政府は各企業にテレワークを要請していますしかし自宅などでの仕事は集中できない人も多いのではないでしょうかそこでこんなプランを東京都が始めましたこちらのホテルではこのワンコインでテレワークができるプランを始め人気を集めています 八王子駅前にあるこちらのホテルでは東京都と協力して先月から500円プランを始めたところ予約が殺到しているということです今回は第2弾として今週月曜日よりより多くの人が利用できるよう事業規模を2倍に拡大しました部屋には作業机のほか無線 LAN が完備され 備え付けの冷蔵庫やテレビも利用できます仕事に疲れたらベッドで休んでもシャワーを浴びても構いませんまた部屋からは多摩地域を一望できるので気分転換にも最高ですこのプランはフリーランスを含む都内で働いている人などが対象で ホテルのフロントで会社からなどの同意書と身分証明書などを提示すれば利用ができるというものですこのホテルによると仕事するにあたって子供や家族に負担をかけないようこのプランを利用する人も多いということですこちらのホテルではすでに平日は満室で週末のみ部屋に空きがあるということですが この事業に参加している他のホテルでは、平日空きがある模様です。東京都のホテルを活用したテレワーク推進事業は、来月20日まで行う予定です。